市内から車でおよそ25分、今回は西条市大吹にある極楽寺へやってきました。ということで極楽寺の神野賢章さんにお話を伺います。ご住職よろしくお願いします。はい、どうも。すごい大自然の中にありますね。そうですね、これ石須山の表参道沿いにある、本当に中間どころなんですけれども、はい、大吹という、地名に、由来しておりますところ、危険という、歩くのが危険という、急峻なところに、立地しております。西日本最高峰の霊峰石鎚山の山麓、大自然の力あふれる中に位置する極楽寺。こちらでは石鎚大権現が祀られています。しかし本堂は実はここではないそうで、これからですね、皆さん方の足を進めていただいて、本来、この権現様が、御本寺という、まあ言ったらお父さんお母さんのような存在でございますけれども、阿弥陀様が本寺という、世界の本堂、これから登っていただいて、その本堂の方へご案内します。え、本堂はこちらじゃないんですか？ないんです。こちらは別院でございまして。別院なんですか？どこにあるんですか？これから皆さん方その急な坂道を登っていただいて、それで本堂の方へ至ります。急な坂を登るそうです、はい、ということで急遽雄大な山を見ながら約15分のプチ登山。坂道と階段の2つのルートがあるのですが、今回は坂道を行きます。西条の自然を体感しながら登ります。ご住職、はい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 じゃないですよ、思ってたよりちょっとハードなロケですねこれ、はい、息を切らせながらもなんとか無事到着。本堂へお参りします。ここがまあいう本堂です。ここが本堂です。はい、はい、あーやってまいりました。では極楽寺さんのラブ西条を教えてください。はい、西条という家、日本という家、地球という家、家の中に愛が満つる、そうでないと持続可能な社会にはならないと私は思っております。極楽寺賢章です。すごい深いお言葉ですねこれは。あ、はい、もう西条が家、日本が家、地球がもう全部家だと。そうですね、確かにな。自分の家だったらね、なんか大事にするのを、そうなんです、みんなするけど、そうなんです、それがちょっとなんか広がると、はい、ね、なんかポイ捨てしたりとかする人もいますよね。家がやっぱしまず基本になって、一人一人の人間が育ちます。それと同じように西条、日本、そして地球、そういうスケールになっていかないと、まず誤った道は正せないと、そのように思っておりますね。極楽寺さんが行っているその SDGs、 持続的な社会に向けての活動というのは何かされていらっしゃるんですか？そうですね、だから先ほど言いましたその家という思いから言えばですね、それぞれ家の中でやっている無駄なものは作らない、そして買わない、そして余さない。本当にあの日本人が口癖のごとくやってきたもったいないという世界をもう一つ取り戻さないとダメということと、最後にやっぱし循環ということをその縦糸にしなければ、私どもの社会は本当におかしいことになっちまうという思いであります。これからの未来を担う子どもたち、西条市民の方々にこういうふうな思いでこれから生きていってほしいなっていうのはありますか？そうですね、でそれをやっぱし構築というか支えているのはみんな一人一人です。その一人一人の意識がそういう本当に家の中でやっていること、家の中で生きていること、そういうことを実践していかないとダメなんだっていうことを
メッセージとして送りたいし、子どもたちにもやっぱりその負荷を、今やっている大人たちの負荷、重荷をですね、背負わせたくないという気持ちで、大人の皆さんには頑張っていただきたいように思います。そうか、まずは大人が頑張って、それの姿を子どもたちに見せるというか、そうですね、はい、それこそが、まあ、バトンを渡すじゃないですけど、持続可能な街になっていくのかもしれないですね。思います。いやー、極楽寺さん、ありがとうございました。今日はお願いします。どうもどうもありがとうございました、はい、今回は極楽寺さんをご紹介しました。あなたのラブ最上は何ですか？一人一人で考え実践できる SDGs、 あなたも探してみてください。